介の話が出てます。よく出るテーマ、内容としてもこれはできなあかんで、本文が簡単な時は油断しないように、本文が難しくても諦めないようにしてください。なおじゃ篠原です。篠原共通塾令和3年度2021年度共通テスト現代文国語ですね、解説していきたいと思います。この年平均点はこちら117点ということで、実はですねセンター試験の平均点がだいたい120点から110点ぐらいだったんですね。そこにまあうまいこと落ち着けたなということで、共通テストっていう新しい試験制度に変えた一発目にしてはうまくね問題を作ったと言えるかもしれません。逆に言うとセンター試験からそんなに平均点変わってないっていうことはわざわざ変える必要あったんかいっていうふうに思いますね。これも税金の無駄遣いっていう感じが僕はするんですけどね。記述式導入するうんぬんかんぬん言ってますけどね、多分この動画を見てる人はね関係ないと思うので、ここで一問一答のコーナー。今回の問題はこちら。この問題の答え動画の後半で。早速この大問一評論から見ていきましょうか。評論なんですがテーマとしては妖怪の話、お化けの話ですねが出てます。でこれ見てまたこれかラッキーって思った人が一定数いると思います。そういう人はもう難なく満点取って終わったと思いますね。もう楽勝だったと思う。というのも今回この妖怪の話っていうのはよく出るテーマで、内容としてもこれはできなあかんでというようなテーマなわけですよ。これがもしできなかった、読めなかったっていうのは現代文の演習量不足ですね。これは必ずいろんな教材、いろんな参考書をやってる人は見たことある話だと思います。テーマとしては何かというと、昔は妖怪っていうのはマジで恐れられたわけですね。代表的な例で言うと虎の皮のパンツ履いて太鼓叩いてる鬼がいますよね。あれとかマジで恐怖の対象だったわけですよ。夏の夜になったらいきなり空がゴロ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 鳴くと、どんどん太鼓叩いていきなり光がドーンと落ちると、で山火事になって燃え盛ってみたいな。どうですかこれ、恐怖でしかないよね。まだ当時電灯もなかった時代ですよ。でその時にそんなことになったらもうマジで怖えなっていうところなんですが、現代社会になり虎のパンツ履いた鬼はいませんと。であれは実は電気だということがね、雷は電気だみたいなことが分かって、妖怪っていうものの存在が希薄化していくわけです。で結果どうなったかっていうと、なんかキャラっぽいというか可愛くデフォルメされた感じになっていったわけですね。これの代表的な例が東方プロジェクトって聞いたことありますか。まあシューティングゲームのねキャラクターなんですが、吸血鬼が出てきたりとかね、ほうきに乗った魔女が出てきたりとかするわけなんですよ。完全に美少女化されてるというかアニメ化されてますよね。こういうような感じで思っといてもらえたらなと思います。まあニュアンスとしてはそういうところだと。なので、まあ昔は妖怪っていうのはマジで恐怖の対象だったわけです。なので、確固たる存在があった。まあみんなその存在を知ってて言ってたわけなんだけど、だんだんそれは科学技術によって解明されていって、ただただキャラとして残った美少女化されたりとかしてるっていうのが、まあこの妖怪の話ですね。これで話が終わってくれたら本当に楽だったんですが、さすが共通テスト、妖怪の話知ってるレベルの高い受験生の中でさらにふるいにかけるために、最後の15、16、17、18段落があるわけですね。まあここは多分ね聞いたことあるって人はあんまりいなかったと思います。まあこんな感じで妖怪みたいなものに対して世の中の謎とか不思議なものっていうのを自分の外に置いてたわけなんだけれども、だんだんその外の領域の謎がどんどんなくなっていった結果、謎はもう自分の中にしかなくなってくるわけなんですね。これ例えばですけど具体例で言うとお化け屋敷ですね。お化け屋敷って怖くないですか。これまあもちろん文化祭とかでね教室でやってるちっちゃいお化け屋敷じゃないですよ。富士急とかのその廃病院が舞台になってるようなお化け屋敷、怖くない？で、あるいはですね、そういうまあもうアミューズメントパークになってるお化け屋敷じゃなく、マジものの廃病院。例えばですけど、家の近くの廃病院、山奥の廃病院の霊安室に今年の共通テストの問題一式置かれてると、ここに行ったらカンニングし放題だよって言われて、行けます？怖くないですか？ちょっとこう、うんっているじゃない。これ不思議なことですよね。つまりそういうありもしないものを怖がる人間ってなんだろうとか、これ人間ってすごい不思議な存在だよねっていう謎、外の周りにあるものが全部なくなった結果、謎はここにしかない、自分って不思議だよねっていう風になっていったという、まあそういう最終的には自我の話ですね。アイデンティティ論に落ち着くっていうね、不思議な問題といえば不思議な問題ですが、いかがだったかなと思います。とりあえず問いの1からいきましょう。こちら、これはね、全部できてください。
びて問いのにですね、こちら。まあ、民間伝承としての妖怪はどういう存在だったかっていうところで、雷がダーンと落ちる、これはただの恐怖なのが、あれは雲の上に虎の皮のパンツを履いた真っ赤な太鼓持った鬼がどん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 ダーンとやってるんだよっていうふうに言われたら、まあまあそうなのかな、もう落ち着いてくれで済むわけですよ。まあなので、そういう役割が妖怪にはありましたというところです。ただね、それがなくなってきましたよっていうことで、問いの3、正解はまあ2番ですかね。その2番で、その枠組みっていうものが、時代とともに変化する様相ということが、まあ問いの3です。他の例でもいろいろあるかなと思います。まあ例えば、ゴルフとかどうですか？ゴルフっていうと、今多分僕らのニュアンスで言うと、金持ちのおっさんがやるやつみたいなね、イメージがあるかもしれませんが、昭和の時はもうみんなやって当然、やらないやつはどうかしてるだったんですよね。あるいはタバコもそうかもしれませんね。タバコに関しても昭和の時はみんな吸って当たり前、吸わないやつはどうかしてるなんだけど、現代タバコ吸おうって人ちょっと減ってきてますよね。むしろやんちゃな人が吸うものとか、なんかそういうイメージがあるかもしれません。ものとしてはタバコもゴルフも、まあそして妖怪も変わらないわけなんだけど、時代の流れによって捉えられ方が変わったよっていうところですね。問いの4いきましょう。問いの4なんですが、妖怪の表彰化ということで、キャラになったということですね。美少女化されたりとかね、あるいは子供叱る時にそんなことするとエンマ様に下抜かれるよみたいなね、なんかそういうものになっていったということです。問いの5ですね。問いの5が文章全体をノートに整理していきましょうってやつで、これどうだったかな、結構難しかったんじゃないですか。慣れてないって人も多いと思うし、ここ時間かけてゆっくりやっていかないといけないですね。なんで古文漢文から先にやってるって人、現代文後に回してるよって人は、ここ丁寧にやらないと点数取れませんので、全体読まないといけないので結構苦労するところかなと思います。さらにですね、この問いの5の3番ですね、ノート2、ノート3ということで、さらに文章を読まされると、でドッペルゲンガーの話とかいきなり出てきたりとかね、結構厳しいですよね。共通テストの最近の傾向としては、今まで文章1があった後バーっとやって文章2とか、文章1があってあーってあった後、さらにちっちゃい文章が出てきてそれに対する説問を解くみたいな、かなりの文章量を読ませるという試験傾向にあります。今後もこの傾向続くと思いますので、たくさん文章を早く読む、しかもできるだけ正確に読むということが必要だと思っておいてください。これきついですよね。大変だと思うんですが、できるようにしないといけないところでもあります。続いて大問2の小説いきましょう。小説なんですが、1918年発表ということで、古い小説かなというふうに思います。古い小説よく出ます。というか去年2023年は古い小説が出ました。なのでおそらく古い小説で、2022年ですねは新しい小説が出たんですが、古新しいと来る可能性がありますが、古とまた古いやつが来る可能性も当然ありますので、古い小説苦手な場合、センター試験の過去問とかでも結構です。いろいろ練習して勉強しておきましょう。これね、またややこしいのが、主人公がね働いてるおじさんなんですよね。自分の父親、あるいは自分の父親がちょっと若い頃をイメージしてみてください。まあ30代40代ぐらいですか、をイメージしてもらえたらと思います。どうですか、自分の自我というものを投影して読んだら多分失敗するだろうなっていうふうに思うと思うんですよ。その通りで、これ普通にやっちゃうと失敗するように作られてるんで、この文章から丁寧に読み取っていく必要があります。話としては何かというと、羽織ですね。これをまあもらったと。で、これあんまりイメージないかもしれません。羽織って何かっていうと、これなんですよ。で、これね、何かというと、高級なスープです。おそらくね、家にはないんじゃないかな。もう多分ないんじゃないかなと思いますが、まあ、いわゆる和服ですね。ざっくり10万から下手したら100万ぐらいをイメージしてみてください。まあ、間取ってじゃあとりあえず30万としましょうか。30万ぐらいのものをイメージしてもらえたらなっていうふうに思います。染めは京都じゃなくてはダメだからね、11行目ありますよね。ということで結構こだわってると。京都の羽織なんて多分30万じゃ買えないんじゃないですかね。まあ結構高いものですよ。で、これを W 君からもらって、わけですね。これどうですか、部活の先輩とかから、あ、お前もこれあげるよって言って30万のものもらったら、あ、すいませんってなりませんか。なんか2、3万円のものとかね、それぐらいだったらまあ喜んでもらうと思うんですけど、いや30万かとっていうふうに思うと思うんですよ。で、これに対して奥さんはそれを知らないわけですね。つまりもらい物だというふうに知らないので、いやすごい羽織だねと、いやあんた貧乏なのによそんないい羽織持ってんねって言われて、いやまあ
みたいなね、自分で買ったわけじゃないんだけどなって思いながら、いい羽織だねって言われて悪い気はしないわけですからね。で、まあくすぐられるような気持ちというのが、まあ防戦部 A なわけです。で、さらにですね、この主人公私は会社を辞めるわけですね。で、会社を辞めるときに31行目ですかね、自ら奔走して自分の会社の同僚たちから20円ばかり拠金、これ20円って言ってますが、この当時の円っていうと、まあめちゃくちゃ高いです。これイメージで言うと時計、まあ僕もこれ時計してますが、時計、大体記念品で贈るもので言うと最低でも30万、まあ40万ぐらいですかは最低でもすると。これどうですか、会社辞めるんですよ、もう自分のそばからいなくなるんですよ、今後人間関係続ける必要がないのにもかかわらず、3、40万のものの時計をもらうと。重い重いですよね。ちょっときつくないですか。で、しかも受けた恩ですよね、これをまあなかなかこう返せないわけですよね。まあ会社も辞めるし、ということで、まあ会社を辞めたんでもう返せないなーっていう風な思い、まあこれが44行目なんだか、やましいような、気が深しいような、わけのわからぬ重苦しい感情ということです。だからこれ部活の先輩とかに、お、お前もうこれやるよって言われたらするじゃないですか。これ、はい、30万なわけですよ。すいませんってなって、どうするこれってなるよね。置いとくのもな、でも使うのも普段使いもな、みたいな、まあそういう感じで来てるわけですよね。いやー、しかも何も返してないっていう、まあそういうところがあると。まあ主人公私はその後ね、まあ風の噂で、この後とうとう W 君は病に倒れて会社勤めができなくなったんで、ちっちゃいパン屋をやるっていう風になった。で、まあそこで、まあある意味寝たきりになって、自分の親族にね、パンを売ってもらうみたいな、そういう生活をしていた。まあ、はっきり言ってそんなにこう、なんでしょうね、大儲けできるような感じでは当然ありませんから、細々と暮らしているっていう風になったと。で、それに対し、防戦部 C ですね、私は W 君よりも彼のファイ君、まあ奥さんの目を恐れたと。まあつまり W 君は優しいわけですから、お前あんなに恩情かけてやったのに、なんでそんな恩も返せないんだよっていうタイプじゃないと。W 君は、ああまあ気にしなくていいって、お前の仕事がうまくいってるんだったらいいよって言ってくれるに、まあそういないわけですね。ところが、奥さんは、うちの旦那が、こんなに体ボロボロにしてまで稼いだ金をお前にある程度優遇してやったのに、あんな一つも解散でこの野郎っていう風に思うと。まあ気持ちとしてはなんとなくわかるんじゃないかなっていう風に思います。まあそのパン屋があるので奥さんにね、買いに行ってもらったわけですね。これ気持ちとしてはどうですか？なんか、言うならば、石膏ですよね。とりあえず、先遣隊として行かせて、なんかそこでわちゃわちゃっと、ああ、どうしたどうした、ああ、W さんみたいな偶然を装いたいと。自分がいきなり行ったら、知ってて行ってる感が出るじゃないですか。ところが、知らん手を装いたいから、とりあえず奥さんに行かせて、とりあえず行ってこいと。まあ、行ってこい。っていう風に言って、行ってきて、なんかそこでバチャバチャとなって、どうしたの？パンまだなの？ああ、W さん！ああ、偶然ですね。あ、パンやられてるんですか？また来ますわ！って言いたいわけです。ところが、まあそんなうまくはいかなかったと。いうところですね。文章としては面白かったと思うよ。今回平均点比較的高めだと思うんですが、理由の一つとして今回この小説、確かに主人公とかがね、分かりにくかったっていうのはあるかもしれませんが、例年の共通テストよりは短めっていうところもありますし、話として、まあ面白い話かなとも思いますので、まあそういうところもあるのかなと思います。わざとこれちょっと簡単に作ってますね、やっぱりね。今年に関して、この時は共通テスト一発目だったんで、平均点がすごい低かったらもう世間から叩かれます。送りますから、それはできないわけなんだけれども、今年もう共通テストも何回かやってますから、こういう本文が簡単め、読み解きやすかった時は注意してください。説問が難しいことがあります。逆に言うと本文が難しい時、よくわからないなっていう時、説問簡単に作ってますので、本文はまあ変えれないわけじゃないですか。もう世の中に出てる小説なわけだから変えれないんだけど、説問の難易度調整でまあ難しくしたり簡単にしたりってのはできますので、本文が簡単な時は油断しないように、本文が難しくても諦めないようにしてください。問いのうちこちらです。こちら表現を知ってるかどうかなんですが、これ去年そして一昨年は出題がありませんでした。まだ2年しか出題がないっていうのが続いてませんので、まあ今年出題がなかったらもう3年連続でないので多分ないですよっていう風に言えるんですが、まだねあるかもしれません。なので表現に関してセンター試験の過去問とかいろいろやると思いますから、出てきたやつは覚えておいてください。問いの2こちらですね。問いの2に関しては、褒められた嬉しさと後ろめたさの2つということで、まあ3を選ばざるを得ないかなと思います。というのさん、こちら言ってる通りですね、W 君のその愛、恩っていうのがうざいと
しんどい重いっていうわけですね。はい、ちょっと重いなというふうに思ったかもしれません。続いて問いの4、こちらですね。問いの4、まあこれもね、説問比較的簡単かなと思います。文章もそんなに長くなく説問も緩めなんで、この時はやっぱり意図的に平均点を上げようとしてますね。共通テストの国語に関しては記述式導入する云々がね、すごい評判が悪くて国会でも揉めるとかそういうレベルだったんで、だいぶ世間とか受験生のあれは配慮してくれてますよね。問いの5、こちら。ここがね、もしかしたらちょっと心情的に難しかったかもしれません。特に理系はね、難しかったかもしれませんが、いかがだったかな、できたかなとも思います。文系はね、できてほしいかなと思いますね。問いの6、こちら。ここでね、資料を読ませるってやつが出ました。これ気をつけてください。こういう感じでプラスアルファの文章をね、読ませるみたいなことやってくるっていうのはどういう人がやるかっていうと、実はね、文学部とかに入るとこういうことやるんですよ。つまり資料を1個もらうと、でそれパーッと読んだ後、それに対する解説 A を読むと。解説 A を読んで、資料と解説 A を両方見て、お前はどう思うかみたいなことを聞くみたいなね、そういうことを文学部でやるんですよ。でまあそれの予行演習として、まあやらせてるんだろうなというふうにこれは思います。この形最近続いてます。例えばですけど、去年ねはその当時の広告を出してきて、そこから読み取らせるみたいなね、そういうことやってきたりとかしてますので、これ多分また来ますよ。今年、どういう形が来るかわからないですし、センター試験とかで慣れることもできないので難しいかもしれませんが、こういう資料が多分出るんじゃないかなと思います。冷静に読めばね、4-4と選べたんじゃないかなと思います。ここで一問一答のコーナー、回答編。さっきのこの問題の答え、こちら。これを機に覚えておこう。ということで、今回のね、篠原共通塾2021年度令和3年度の国語の解説させていただきましたが、取れてほしい問題ですね。過去問演習するときに、この年のこの問題で苦労するっていうのでは、やっぱちょっと困るかなと思います。これ、出題当時はね、初めての共通テストっていうことで、ちょっと簡単めに作ってるわけなんですよ。なんで、ここ最近で一番簡単な共通テストの、まあ、小説と評論なんで、まあ、これはとりあえずできるっていう状態にして、まあ、次ね、難しい問題にチャレンジするっていうのがいいかなと思います。はい、ということで、今回のはこれで以上で、復習お疲れ様でした。